ユージン・ホドは、1950年3月5日から2011年2月26日は、アメリカのバイオリニスト、コロラド州デンバーの生まれ、5歳の頃から、ハロルド・ウィップラーにバイオリンを支持し、10歳の時に、ブルッフのバイオリン競争曲を、デンバー交響楽団と共演して、デビューを果たした。その後、ジュリアード音楽院で、イヴァン・アラミアンとドロシーリレイに学び、 インディアナ大学でジョーゼフ・ギンゴールドの君等を受け、南カリフォルニア大学のヤッシャハイフェッツのもとで、研鑽を積んだ。1972年のパガニーニ国際コンクールで優勝し、1974年のチャイコフスキー国際コンクールのバイオリン部門で第2位を獲得して、脚光を浴びた。1989年に麻薬使用の疑いで逮捕され、 その後のバイオリニストとしての活動は低迷した。2011年2月26日、バージニア州アーリントン軍の自宅で死去。60歳没。A.B. ユージーン・フォーダー、ドラッグ、ホーンテッド・バイオリン・ビル・トゥ・オーゾ、ダイズ・アット60、ワシントン・ポスト。 <music> h t t p w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  a s h i n g t o n p o s t c o m w p d y n c o n t e n t a r t i c l e 2 1 0 1 1 0 3 0 1 a r 2 0 1 1 0 3 0 1 0 6 8 1 2 h t m l 2 0 1 1年3月3日閲覧友人フォーダー バイオリンビルゥオーソ、also, DS アット60 Times,。ニューヨークタイムズ。http://www.nytimes.com/.2011/.03/.03/. アーツ m u s i c 0 3 f o t o r h t m l 2 0 1 1年3月4日閲覧ありがとうございます。